他人の夏。山川正夫作海岸のその街は夏になると急に他人の街になってしまう。都会から楽に日帰りができるという距離のせいか、避暑客たちが山のように押し寄せてくるのだ。夏の間中、街は人口も倍近くに膨れ上がり、海水浴の客たちがすっかり街を占領して、 夜も昼もウキウキと想像し、その年もいつの間にか夏が来てしまっていた。続々と都会からの海水浴の客たちが詰めかけ、例年通り街をわが物顔に歩き回る。大きく背中を開けた水着にサンダルの女、ウクレレを持ったサングラスの男たち、写真機をぶら下げ子供を抱えた家族連れ、 真っ赤なショートパンツに太ももをむき出しにした麦わら帽の若い女たちそんな人々の高い笑い声に自動車の警笛が普段の伴奏のようになり続けるそこには確かに夏があり避暑地があり決して都会では味わえない休暇の感触があったがでもその町で生まれその町で育った新一には そのすべては人とごとでしかなかった。いわば他人たちのお祭りに過ぎなかった。第一彼には休暇も避暑地もなかったのだ。来年彼は近くの工業高校に進学するつもりでいた。それを母に許してもらうため少しでも貯金をしておこうと、その夏、新一は同級生の兄が経営する ガソリンスタンドにアルバイトとして雇われていた。都会から来た連中が占領していたのは街だけではなくもちろん海もだった。海岸に咲いた色とりどりのビーチパラソルや天幕がしまわれるのは夜も9時を過ぎてからだろうか。それからもひとしきり海岸はダンスやら散歩やら音楽やらで賑わう。 海辺から人々のざわめきがひっそりと途絶えるのは、それが終わってから朝までのごく短い時間なのだ。8月の初めのひどく暑い日だった。その日は夜更けまで暑さが続いていた。それで海へ駆けつけてきた連中も多いらしく、自動車を水洗いする仕事が午前1時過ぎまでかかった。新一が久しぶりに、 海で泳いだのはその夜だった。自分の町の海、幼い頃からなりきった海だというのに、こうして人目を避け、こっそりと泳ぐなんて、なんだかよその家の庭に忍び込んでいるみたいだ。お客さんたちに遠慮しているような、そんな自分がふとおかしかったが、新一はすぐそんな考えも忘れた。 冷たい海の肌が懐かしく、心よかった。やはり海は親しかった。月はなかった。が、頭上にはいくつかの星が輝き、黒い海にはキラキラと夜行中が青い緑色の光の呼吸をしている。夜行中は、泳ぐ彼の全身に瞬きながらもつれ、まつわりつき、 波が崩れるとき一瞬だけ光を強めながら美しく散乱する。新一は知らぬ間にかなり沖に来ていた。ふと彼は目を凝らした。すぐ近くの暗黒の海面にやはり夜光中らしいほのかな光の煙をきらめかせて何かが動いている。誰あなた。若い女の声が呼んだ。 間違いなく若い女が一人、深夜の海を泳いでいるのだった。知らない人ね、きっと。女は一人ごとのように言った。初めて新一は気づいた。女の声はひどく疲れ、あえいでいた。大丈夫ですか新一はその声の方角に向いていった。いいの、ほっといてよ。女は答え、笑った。 だが声は苦しげで笑い声もうまく続かなかった。新一はその方向に泳ぎ寄った。危ないですよ。この海はすぐうねりが変わるんです。もっと岸の近くで。構わないで。ほんの2メートルほど先の海面で波の壁とともに夜行中の光に顔をかすかに浮かび上がらせた女は睨むような目をしていた。 ああ、と新一は思った。彼はその顔を覚えていた。今日真っ赤なスポーツカーに一人で乗ってきた女だった。目の大きな呼吸を飲むほど美しいまだ若い女で、同級生の兄は、あれは有名な映画女優に違いないぞ、と言った。あなた、この街の人ね。女の顔は見えなかった。彼は答えた。 そうです。だからこの海には詳しいんです。漁師さんなの親父が漁師でした。と彼は言った。親父は沖で一人底引き網をやってたんです。森も打ったんです。28巻もあるカジキを3日がかりで捕まえたこともあります。自分でもなぜこんなことを喋り始めたのか見当がつかなかった。 ただなんとなく女を自分と繋ぎ止めておきたかったのかもしれない。その時は親父も命からがらだったんです。牛みたいな大きなカジキをふらふらになって担ぎながら、親父は性も根も付き果てたって感じでした。でもその夜、親父はそのカジキの背中を叩きながら僕に言ったんです。おい、よく見ろ。俺はこいつに勝ったんだぞ。 生きるってことはこういう、この手応えのことなんだよ。あの時、親父は泣いていました。森で撃ったのそうです。とても重い森なんです。ずいぶん原始的ね。女は引きずったような声で笑った。で、お父さんは死にました。去年。女は黙った。 ゆっくりとその女のそばを回りながら彼は言った。あなたは自殺するつもりですかあえぐ呼吸が聞こえ女は反抗的に答えた。ほっといてよ。あなたには関係ないことだわ。別にやめなさいって言うつもりじゃないんですよ。女はヒステリックに言った。からかうの軽蔑しているのね私よ。 子供のくせに、慌てて新一は言った。違います。親父が僕に言ったんです。死のうとしている人間を軽蔑しちゃいけない。どんな人間にもその人なりの苦労や正義がある。その人だけの生きがいってやつがある。そいつは他の人間には絶対にわかりっこないんだって。女は無言だった。遠く波打ち際で、 砕ける波の音がしていた。人間には他の人間のこと、ことにその生きるか死ぬかっていう感じのことなんかは、決してわかりっこないんだ。人間は誰でもそのことに耐えなくちゃいけないんだって。だから目の前で人間が死のうとしても、それを止めちゃいけない。その人を好きなように死なしてやる方が、ずっと親切だし、本当はずっと、 勇気のいることなんだって、女の顔に夜行中の緑の輪郭が照って、それが息づくように明るくなり、また暗くなった。女は怒ったような目つきで海を見つめていた。僕の親父も自殺したんです。背骨を打ってもう漁ができなくなって、この沖で森を体に 祝いつけて飛びこっちゃったんです。あなたも僕は止めはしません。彼は岸に顔を向けた。そのままゆっくりと引き返した。真っ暗な夜の中で、ただ夜行中だけが彼に続き、波間に鮮やかに濡れた色の輪行を散らしていた。 真っ赤なスポーツカーが新一のいるガソリンスタンドに止まったのは翌日の夕暮れ近くだった。ガソリンを入れに近づく新一の顔を見て女はサングラスを取り急に目を大きくした。昨夜は、と言い女は笑いかけた。ねえ、あのお話本当本当です。と新一は答えた。 そう。ありがとう。私あれから一時間近くかかって、やっと岸に着いたわ。女は新一の手を握った。あなたに勇気を教えられたわ。それに、働くってことの意味と。国道を真っ赤なスポーツカーが小さくなるの新一はぼんやりと見ていた。女の言葉の意味が、 よくわからなかった。彼はただ小さなその町に今日も溢れている無数の都会の人々。その人々がそれぞれに生きている夏の一つ。そんな他人の夏の一つが次第に視野を遠ざかるのだけを見ていた。